はい、酒井康平です。今日はですね、久しぶりに学食に行ってお昼ご飯を食べます。で、前 JU カフェっていうところに行ったんで、そこじゃないところに行きます。はい、1階です。はい、ということで、なんかメニューとかが並んでるんですけれども、なんか学生さんに聞いた話だと唐揚げ定食がおすすめですって言ったんで、唐揚げ定食を買おうかなみたいな感じですね。では行きましょう。唐揚げ定食、食の味って感じですね。これは味噌汁です。